にちは。本日はこの買ってきた、これなんていうの、バーベキューコンロ。バーベキューコンロでいいんですか。何を買ったんですか。これはお前動画見ろよ。これです。ね、あの一人キャンプができる。ストーブでしょ、それ。なんかそんなやつ。これを今日はね、実際使ってみようと思います。はい、賢いでしょ。別に賢くは普通のことだと思いますけど。というわけで、今日はこれを使ってみようということで、今から組み立てをしていこうと思うんですけど、これ結構さ、すごい簡単にできるから、どんぐらいで組み立てできるかちょっと今から見てもらおう。うん、いいですか、初めて。はい、はい、どうぞ。いいですか。じゃあ行きます。測ってもらっていいですか。あ、お見てめっちゃ時計分かれよ。何のためのアップルウォッチだよ。アップルウォッチってさ、タイマーついてたっけ。タイマーついてんじゃない。携帯でやりましてねえな。使ってるじゃん。携帯でやるから。で、これ一応何秒切らなかったら罰ゲーム。結構ですよ。じゃあ一応どうしよう、1分でできるかな。頑張ります。じゃあ1分ダメだったら罰ゲーム。ちょっと分かりました。じゃあいきますよ。はい、いいですか。はい、いいですか。いいっつってんだよ。本当にいいですか。ファイナルアンサー。よし、よーい、スタート。はい。おー、じゃ、やばい、めっちゃビビってる。よし。もう10秒経ちましたよ。おやおやおや。やばい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 。ああ、よし。終わりましたけど。お。終わりましたけど。おいおい、ちょっと止めるの遅かったんで、ね、あれですけどね。一応記録がですね、はい、こんな感じですね。まあこれもうちょっと早かったですよ。え、もうちょっと早かったね。でも25秒ですけど、ほら見たかおい。まあまあ完成です。で今からだから焚き火拾ってさ、これに火をつけようと。あ、木を拾って、うんうん、木を拾ってね、うん、やっていこうと思います。はい、手が拾いますよ。ねえ、もうこれでよくない。あ、それでいいじゃん。なにこれ、これでよくない。ね、これ可愛いけどよね。うん、これでいいんじゃない。ちょっとあの吉村デスク聞きましょう。これどうすか。もう完璧、完璧かどうかわかんないですけど、まあ、まあまあありっすか。いいんじゃないですか。それ細かくちょっとパキパキと、あと枯れ枝とか。ちなみにね、ものすごくトゲがある。落ち葉とか。これいっときますか。じゃあいっときましょうか。え、もう終了。あれ使えない。あれ、ほらほら、これこの葉っぱ葉っぱ、こんなんいいよね。あ、なるほど、こんなんやつ。うん、ちょっと、ああちょっと待って、こんぐらいあれいっか。とりあえずそれ細かくしないとね。これが燃えるやつ。うん、あ、それ燃えそうじゃない。これはオッケー、オッケー。一応こんな早く集まる。集まるというか拾ったって感じ。はい、ではそれでは早速やっていきたいと思います。まず最初にこれなんですよ。これはあの吉村ディレクターから教えていただきまして、このほら、あの焼いたやつが落ちたりとかして火事になったりね、芝生が燃えたりとかしないように下になんか敷いた方がいいということなので、これを買ってきました。あ、こいつを、うわ、買ったばっかなのにもう開いてるし、何やってんだよダイソー。これよいしょ、これを下にこう敷いてやっていこうかと思うんです。お、やばい、ドンピシャ、ほぼドンピシャ。あ、やばい、俺来てるね。ほいで、あとはこれ火つけるだけだよね。で、こう開くようになってるので開けて、最初にですね、こういう枯れ草、あ、根っこ、根っこかな、枯れ草、根っこをね、最初にあの燃やした方がいいってことなんで、これただ根っこをそのまま燃やしちゃっていいんですか。入れてもらって、根っこ入れて、他のも入れて、一番下に根っこ入れてもらって着火しやすいやつ。あー、なるほどなるほど。じゃあとりあえずこれをこう、おいしょっと、はい、根っこ系ぶち込みます。だいぶ多いですよ、最初に。これだいぶ多いですか。まあまあ、あの
まあ、入れた後で燃え火がついた後ちょっと徐々にあの枝とかを。この根っこものすごく湿ってますけど大丈夫ですかね。いやいやいや大丈夫です大丈夫です。でここになんかいろいろ入れていけばいいんですね。ですね。で、いっぺんに入れずにちょっと徐々にあの大きいのは後にしてもらって。はいはいはい。これはまあちっちゃいのということで。じゃあいいかな。うわちょっと楽しみになってきたね。もしちょっとつきづらかったらティッシュペーパー入れてもらって。あ、それにティッシュ入れちゃったりしてもいいんだ。そっちの方が、これ枝ってさこうやってただ折ってから入れればいい。入れちゃって大丈夫。切り離さなくてもこの状態にして入れちゃっていいのかな。いいよいしょ。おしね、風強いね結構ね今日ね。今回は着火マンを用意いたしました。百均。いくよ。いい？みんないい？火つけちゃうよ。いい？大丈夫？火つけちゃうよ。いきます。はい、燃えた。おお。お、やばいやばい。一気に結構燃えちゃうよこれ。おほほ、あ、痛い痛い痛い。でこう入れていけばいいわけだここに。はー、俺今一つ気づいたことがある。これさ上閉じないでさよかったんじゃなかろうか。気づいた。ちょっとねあのミトンも買ってきたんですけど、このミトンでとりあえず上の外しますね。あ、じゃあこうか。これさ、上に乗せずにやればいいんじゃない。ほいっと。あ、なにこれ、欠陥商品。あ、そこ開けてて大丈夫。あ、開けてていいの。えい。普通のコメントですけど、燃えてますよ、皆さん。あ、ちょっといいかも、でもこれなんだろうね、火見てると落ち着くね。落ち着くんだけど、とんでもないスピードで燃え尽きていくんですが、結構量これ結構、あと火がついて今度は逆にちっちゃいんじゃなくてもう少し太い枝を入れていくと。あー、なるほど、太い枝か。めちゃくちゃトゲあんの忘れてた。これ熱っ、うわ熱っ、あっちすごいな。じゃああのこんな太い枝でいきます。足で行くしかない。よいしょ。強えなこいつ。ういキャンプ寂しくない。最近ソロキャンプ流行ってんじゃん。寂しくない。寂しいとか言うなよ。話し合えていないの。いやでもその時間って大事だよ。そういうさ誰とも話さない時間ねえ、そういうのも大事にしていかないとダメっす。こんなに炎って起こるの。うわ大丈夫大丈夫。うわすげえな、これめちゃめちゃあったかい。いやでも焚き火だわこれ完全に。ほらほら、水入れてきた。入れてきた。ああ、ちょ置いて置いて置いて、おいしょ、おい。ではシールは剥がれてない。いいんだいいんだ。これでお湯が沸くのがちょっとダメそうです。じゃあ大園ディレクターここ座っていただいて、僕今からあの枝拾っていきます。枝拾ってろ拾ってろ。炎が起こった後にあれであの太い枝がいると分かったから。でも今じゃあ頼むな。こんな本でどうすかね。まあいいんじゃないですか。それをそれをこの本でどうすかね。薪を割れよ割れ。いや無理。じゃあなんで持ってきたんだ。でもちゃんとお湯沸き寄るばい。こんなに炎上がるもん。煙突効果でより上がりやすいんですよね。
あの火力ちょっと強いしないから強めでいかないと。え？ちょっと気をつけないとですね。結構火力が上がっちゃうんで、その火力の調整が、ほうほう、あの、この入れる分でね、はい、調整していただく。なるほどなるほど。今日はですね、なんと砂火で後で、こんなこともあろうかとチキンラーメンを買ってきています。賢いでしょ。しかもこれに入るサイズ。チキンラーメン、しかも熱っ。え、めっちゃ熱いよこれ。すごいな、めちゃくちゃ熱い。これやばい。これ枝用意しといた方がいいね、正直。ちょっとトウモロコシ焼いてみる。焼いてみるけど、なんか処理かなって。あ、めっちゃ偉い、箸持ってきてくれたよ、ほら。よいしょ、ありがとうございます。よし、では初の自宅ラーツ、ラーツっていうのかこれ。いただいてみたいと思います。うんめえ、うまいね、これいいね。全部焼けんね。うまいっすか。うまいんだけど炎もったいないからさ、当初の予定のスキレットを焼こうかなと思ったんですよ。思ったんですけど、なんだっけ、シーズニングしようと思ったんですけど、洗って。いや、いいディレクター。まあでもできる場所が限定されるかな、やっぱ。これをやってもいいよっていう道の駅というかキャンプ場。道の駅はちょっとダメだと思いますね。ちょっと厳しいな。やっぱそっか。ありがとうございます。あと一応これも渡しとこう。トウモロコシも来ました。とりあえず、おいちゃんの指導のもと、いけるとこまで、その、シーズニング。いけるとこまで、ね、シーズニングっていうのをしてみましょう。とりあえず、これ熱々になるまで、そのまま火にかけていいんだよね。あ、もう水分飛ぶまで。おー、でもなんかすごい黒いの出てきた。黒いのがいっぱい出てきてる。煙が。うん。これがあれかな、周りについてるやつかな。スパーキング剤も少し、それで燃えてると思う。おー、てってれオイルポップ。オイルどこだよ。いやいや、これがね、今ね、直いんですよ。熱して、ちょっと少し冷めてから、うん、あー、そうなんですか、油は控えた方が、まあ、熱いんですね。だから僕、これ前からやってみたかったんですよ。スポーチを出してるか。これ本当出んのかな。え？え？出てる。なんかシュッてのイメージしたんですけど、これ一緒に見て。もうちょっとあれじゃない？おさんとあれ。あ、あ、自分で買っといて言っていいですか？何この地味な。火やばいね、火やばいね、ちょっとよいしょ。こんなに猫がタムロスキャンプってあるかな。おー、よしよしよし。あー、炎上がんなくなっちゃったね。で、これはあの温まったら今みたいに油を全体になじませればいいですか。です。ここだけ裏も、まあ、本当は全体的に塗っていただいた方がまあいいかと思います。まあ今回はもうあの使いっぱいなんで、はい、そのまま表面上だけ言うたらもう油を落とす作業なので。へえ。投げ入れてるんだけど入ってないね、枝が。うるせえな。じゃあお前やってみろよお前。うまくいかねえんだよ。ちょっと入れるの奥まで。炎は上がんねえんだよ。手前に枝が溜まってんだろ。手前にやっこ、こうだよ。ほら、そのままちょっとあのオリーブ油が火はつきはしないと、まだ一回おろした方がいいかもしれないですね。もう、え、そうなの。おろした方がいい。
大体あのおろして、うん、あのオリーブ油塗るんで。そうよね。あ、そうなの、はい、でその後黙々してる、多分あんまりよろしくないと思うので、うん、これ今よろしくない状態なんだ。なんで一回もちょっとあのスキレットはあのおろしていただいた方が。わかりました、これちょっと待ってくださいね。ちょっと一旦こう火を、いや別におろしてから火つける、火が死にそうなんです。今大変な瀕死の状態なんです、火だけ。でスキレットを下ろしたところも、その時間を切って問題なければ OD にですし、ちょっと熱がダメだなっていう時はそのアルミのお皿をの上にスキレットを置いてもらえれば。なるほど、そんなこともあろうかと、てってれなんだろうね、キャンプの動画なのかね、あの100均の動画なのか、まあ、キャンプの動画では間違いなくないんだけど、よいしょ、キャンプにキャンパーになるためのこのね最初の一歩を今頑張って歩んでおります。そこに下ろします。じゃあよいしょ、これをういこういうことですね、はい、で一応余分な油はあのティッシュで拭き取っていただければ。ティッシュで拭き取る、ありがとうございます。絶対キャンプの現場にはなさそうなティッシュが出てまいりました。自宅で浸水管で入れますか。キャンプ温場ではやらないでしょ、浸水管は時間かかってますから。いやでもこうやってみんな覚えてくるんだろうね。そうです、実際やってみて、あの安全とマナー持ってやれば。こう大園ディレクターのコーンを勝手に、ダシーの、そしてこれをオリーノ、えい、準備 OK。 その吉村先生が大園くんいないうちにトウモロコシ焼いちゃおうっていう切ったのトウモロコシ、切ってないです、火が弱いね、ハンドでいきました。そうなんですよ、ちょっと大園先生火起こしてもらっていいですか。ちょっとプロの技を見せてもらっていいですか。いや俺だってキャンプしたんですよやりますよ、真っ黒じゃないですか、気のせいですか。いやもうこれだからできたっすよいやいやいや、これいい感じですよ。なんでそのツートンカラーなんですよいや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 、なんですか、差別ですかこれ、それ、あんたが食べるんですか。いやいや、大園先生、全然俺もいい、俺もいい、これにしちゃおうかな、お皿がある。いや、あったじゃん、皿、ほら、いくらでも。ん、それ下にシステム。いやいや、これはまた、次焼くときに使うから。いやいや、おい、じゃあ皿持ってこいよ、皿持ってこいよ、じゃあ出来上がりましたよ。なんでそれ、まっそうだいや、もういい感じでしょ、ほら、色が。それか、すごいいい感じの。まあ、あの、まあ、できなくて。ポップコーンできそうだね。でも、あれ密閉しないとダメですよね。大園先生のです、これ。大園先生のトウモロコシです。じゃあ、これちゃんと通告しとくよく焼けてるよ。こんなによく焼けてるのないかな。ちょっとこの落としたやついくんで。いや、なんで俺じゃん。お前が食えよ、それ。いや、だから落としたやつ僕食べるんで。え、ちょっと待って、でもそのどっちかの選択肢じゃない。そりゃそうだよ。食えます、うん、あ、美味しいって焦げてますよね。もうちょっと焦がそう。いや、もういいって、もう大園先生です。真っ黒じゃないですか、これ。真っ黒じゃないですか、これ。いい色ですよ、ちょうどいい色こんなもん、お前。あ、キャンプで、ね、キャンプじゃねえよ。あげ、あげ、うん、おいしい。あれ、おいしいよ、君。でもさ、醤油がちゃんと混ざってない。焦げてんじゃなくて、やっぱあれだね、すすだね。じゃあ、お疲れ様でした。いや、今日は吉村指導員のもと指導員初めてあれ使ってみたんですか。あれ、正式名称なんですか。ネイチャーストーブ。ネイチャーストーブ、バーベキューコンロでもなく、まあそういうのも使えたりもちょっとしますけどね。ストーブでもなく、一応ネイチャーストーブ、ね、っていう、まあああいう枝とかそういった形を入れて。なるほど。いや、やってみて難しいね本当に難しいね、まあ、最初なんかちっちゃいの入れて、とにかく火を起こさなきゃいけないのと、あの追加で枝入れるんだけどさ、細いやつだとやっぱすぐ燃え尽きちゃうから。ダメですね、まあ、ある程度太いやつだから。そう、本当は用意しとかなきゃダメなんですね。ダメですね。
なるほど。まあ、この人に準備っていうのはこれものすごいあの難しいです。わりかしも見切り発車がね、うん、やってみないと分かんないですから。あなたの人生そのものですよ、見切り発車ですよ。もうちょっとじゃあ太い枝も用意しといて、細い枝も用意しといて、火を起きてきたら太いのに変えていく。そうするとまあ入れる時間も短くなっていくと、燃焼も長くなる。ああ、なるほどなるほど。で、まあ火の起こし方はでもある程度分かったんで、そうなっていくと今度は、スキレットってあのあれだね、あれですね、黒いやつね、黒いやつで、あの鍋でこれから料理をしたいわけですけど、あれを使うためには一回こう今日みたいに火にかけて、で一回洗ったやつを火にかけて、でオリーブオイルかけて、で煙が出なくなったら一回下ろして、でまた火にかけて、でオリーブオイルかけてっていうのをまあ繰り返していただいて、もともと錆止めのワックスがついてるんで、うんうん、まあ、それを取るための作業で、まあ、本当はその前に一回火にかけて、うん、まあお水を沸騰させて、洗った後ですね、沸騰させて汚れを浮かして、でまた熱に、ま、かけ火にかけてオリーブ油を塗って、まあ、ってことは正しくは最初洗っておいて、お湯一回沸騰させて、でそれ後にまたオリーブオイル塗って火にかけ、その前に一回火かけて、一回火にかけて、でその後外してオリーブオイルかけて、かけて煙でなくなったらまた下ろして冷まして、冷ましてこれオリーブオイルかけて、また火にかけて、これ大体何回ぐらい、まあ、その3回ぐらいやればいいんじゃない、まあ、2回とかでも全然いいと思います。うーん、あとも使っていくうちにだんだん馴染んではくるんで、なるほどなるほど、1、2回やっていただければ十分いいかと、はい、思われます。まあ、でも今日一番勉強になったのは、下に銀紙敷いた方がいいっていうお話で、下にあのなんていうのかな、銀色のねやつを今回、うん、敷いてやりましたけど、あれをやることによって、まあ、その落ちた炭がねそこに残ったりとか、火種が残ったりとかしないで済むし、まあ、そのやっぱりキャンプ場だったらね大事にしなきゃいけないからね、いいお話を聞きました今日は。ありがとうございました。またあのこれからいろいろやってみようと思うんで、ぜひご指導をよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、吉村ディレクターでしょう。顔映んないけど、顔ギリギリでしょうか、顔ギリギリ、これちょっと映ったな。あんなやつだよ、モザイクかけますか、あんなんだよこいつ、わかりますか。よし、終わろう終わろう、お疲れ様でした。さつまジャパン TV をご覧の皆さん、おはこんばんにちは、さつまジャパン TV のさつましんです。変わらず社名です。この度チャンネル名がさつまのファイル改めさつまジャパンと変わりました。今後ですね、鹿児島の魅力をどんどん伝えていければと思いますので、よろしくお願いします。お願いします。皆さんも、この動画を拡散していただいたりとか、さつまジャパンという名前で検索していただいて、動画の視聴とか、チャンネル登録、動画の拡散、グッドボタンよろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。というわけで明日までドキドキます。うお、来た。大丈夫だ。はい。